皆さん、おはようございます。令和6年2月全体朝礼です。今日はよずばちゃん、パセリくん、パセリちゃんと朝礼をします。それでは2月全体朝礼、鬼は外、福は内、節分です。良い運気を招き入れていきましょう。2月に入り、近隣ではインフルエンザ、新型コロナウイルスの感染流行が、拡大しています。引き続き体調管理を優先していきましょう。体調が良くない時には無理をしないで、まずは施設に連絡してください。所属省とのコミュニケーションの継続よろしくお願いします。今期の重点施策について掲示板に資料を添付するので再度確認していきましょう。それでは朝礼です。1つ目、毎朝のラジオ体操の継続、体調管理の一環です。2つ目、毎朝のスマイル全開、職員全員スマイル全開で朝会を実施していきましょう。3つ目、日常業務におけるさまざまな課題についてマニュアル化、ルール化、組織化、この3本柱で改善を進めていきます。4つ目、システムの導入、再構築、継続していきましょう。そして5つ目、ハラスメントの撲滅、各種ハラスメントについて方針を明確にし、対応対策を徹底していきます。それでは今月も見る人も見られる人も幸せに。医療と福祉のサービス施設、老健榊工業。